どうもこんにちは、中村です。よろしくお願いします。ということで今週もイライラしましたね。割と穏やかな週だったんですけれどもね、イライラしました。そんな自分にね、嫌気がさしてくるんですよね。なんかこんなにイライラするんだって、もうカルシウムが足りてないのかなと思ってね、もう骨ごと食ったろうかなと思って、もうその親族の遺骨食ったろうかなって、それぐらいそのカルシウムが足りてないんじゃないかなってね、自分で思うんですよね。それぐらいイライラするんですけれどもね。ということで今日の動画こちらでございます。この1週間でムカついたことということでね、またですね、3回目ですね、3回目の動画になりますね、こちらのムカついたことシリーズね。ということで今回もですね、先週やったムカついたことをこちらの方で供養していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではこの1週間でムカついたこと、1つ目はこちらでございます。映画始まるギリギリまで喋るやつということで、これ結構いませんか？結構皆さん体験したことあるんじゃないでしょうか。なんかその予告中にこうやってってずっとひそひそ話してる人、なんか予告中だから喋っていいみたいな感じで、うるせえよみたいな感じでね、なんかその盗撮とか録音はダメです、ノーマー映画泥棒とか言ってるけど、これも本当罰金取ってほしいです。これ罰金、これね、80万円ぐらい取ってほしいです。本当にね、もううるさいんですよ、予告だから OK みたいな感じでさ。僕が見たのはこう女性でしたね。女性2人でね、こうやってみたいな、なんかこの、最近さ、あの元彼からさ、連絡来てさ、元彼から、マジで、あ、それでさ、なんか、あったらなんかまた、その、クズ男だからさ、あいつクズ男だから、あったらなんかダメかなと思ったんだ、思ったけどさ、みたいな、もしかしてあったの？もしかして、また元彼と会ったの？って言ったら、それでさ、あ、ちょっとごめん、始まるって、今喋る内容？ねえ。こうギリギリまで喋る人でね、こう今喋る内容じゃないよね、本当になんか、元彼がさ、みたいな、本当になんかそう、カフェとか行ってほしい。終わった後カフェとか行ってほしいです。でね、こうやってなんか映画始まるギリギリまで喋るやつ、もう大体、僕の、あれですよ、僕の統計上ですよ、大体ほぼ北関東出身です。本当にね、何なんでしょうね。なんかこう、垢抜けてないみたいなね、感じがね、なんか漂ってるんですよね、そういう人って。なんかその、失礼ですけど、茨城とか栃木とか、なんかそっちの方の、北関東の方のね、感じなんですよね。なんか、その、なんか女性の、その人、なんか二人はなんかそのパーカーでなんか、よくその、ローマ字ってこう、71みたいな、そういうパーカーを着てるね、傾向がありますね。なんかこう、ローマ字で書いてあって、71とか89みたいな、なんか、こう、何色ですかみたいなパーカー着てるね、データがね、取れてますね。だから映画始まるまでギリギリ喋る人は北関東出身ですね。それではこの1週間でムカついたこと、2つ目はこちらでございます。ドトールでズームするやつということで、これ結構いませんか？そのカフェとかで平気で声出してズームする人、その他にさ、周りに迷惑かけてさ、ズームする人結構いませんか？僕もね、結構ドトール行くんですよ。めっちゃね、結構ね、利用させてもらってるんですよね。やっぱりこう値段が安いんでね。だからでも他のカフェと比べてこう値段が安い分、ちょっと治安が悪いです。ドトールは治安が悪いです。で、そのちょっとすみません、言葉選ばずに言うと、その本当にさ、ドトールはその値段とかがその安いんで、その言葉選ばずに言うと、ちょっとなんかみっともない人が多いんですよね。結構ドトールなんか結構わかりません、結構みっともない人がね、結構いるんですよ。なんか目立つんですよね。それで平気でズームしてさ、なんか新入社員かなんか2年目か3年目かわかんないですけど、なんかパキッとこうスーツ着た、なんかバキバキって髪をジェルでバキバキバキってやった人がこうやってズームして、はい、あ、いいと思います、あ、はい、大丈夫です、はい、大丈夫です。お前が大丈夫じゃねえよっていう。お前が一番大丈夫じゃないから、他に迷惑かけてるか、周りに迷惑かけて、みんなうるさいと思ってんだから大丈夫じゃねえよっていうね。で、こういうね、こうやって迷惑かける人、大体ね、こういう部屋住んでます。家具全ニトリで独房みたいなところに住んでいるっていうことでね。多分、こういうね、わかりますかね、なんかわかりますか、その新入社員とか、なんかその成り立ての感じの人って、多分家具全ニトリで、本当に何にもない、物を何にも置いてない、なんか独房みたいなところに住んでるんですよ。で、そのやっぱり、日常に彩りがないんで、こう脳に刺激が行ってないんで、そうやって平気で人に迷惑かけたりできるんですよね。だからこうやってドトールとかでズームして迷惑かける人、各全ニトリで独房みたいなとこに住んでいます。それではこの1週間でムカついたこと、3つ目はこちらでございます。金持ちの芸能人が載せる質素なご飯のストーリーということで、これムカつきますよね。わざわざ載せるんですよね、インスタのストーリーね、わざわざ載せるんですよね。そのお前絶対金持ってんだろっていう人に限ってこの質素なご飯のストーリーあげるんですよね。なんか卵かけご飯とか、そのなんかカップラーメンとかあげるんですよね。絶対金持ってるのに、もっとさ、金持ってるならさ、金、その高級なもの載せてほしいです。僕たちに夢与えてほしいのに、わざわざ載せるんですよね。そのなんか私庶民的な感覚は忘れてませんみたいなさ、庶民の好感度を、そのなんかすっごいあざといんですよね。なんかすっごいあざとさが見えてすっごい嫌なんですよね。なんかね、もう絶対載せるでしょ。なんか卵かけご飯とカップラーメンのさ、もうお決まりの文章つけるんですよ。やっぱりこれは、そんなわけないでしょ、やっぱりこれなわけないでしょ、一周回って何周回って帰ってきましたみたいな、帰ってくんねこっちのテリトリーにみたいなね。その本当にさ、もっと高級なもの食べてくださいよ、お願いしますよということで、こういうのもっと食べてほしい、こういうのもっと食べてほしい。このこちら、このグッチの丼、まずねグッチの丼ですね。でこちらがキャビア、
フカヒレ、フォアグラ、高級寿司、高級肉、金持ち全員大好き、東京タワー、ウニ、札束、バレンシアガのスニーカーですね。もうこれを食べてほしい。もうこれ食べてほしい。もう全員好きでしょ。金持ちがもう好きそうなもの全部乗せました。もう。で、この白米の下に、多分小判か、石油が埋まってます。もうご飯食べれば食べれば石油がね、掘り当てられることができるっていうね。その本当にバレンシアガのスニーカーもね、もうかじりついてほしい。もう全員履いてるでしょ、バレンシアガのスニーカー。もうこれでも全員ね、もうこういうのをね、ストーリーに乗せてほしいんですよね。もうこっからウニソースかけますか。もう、金持ちの人ウニ好きでしょ。もうウニソースをこうかけたい。ウニソースをみんな大好きです。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。